講習会には、県内の警察署から警察官と事務官24人が参加し、似顔絵を多く描いているベテランの捜査員が講師役となって、似顔絵の基礎知識を教わりました。その後、2人1組に分かれて似顔絵制作を挑戦。これまでは目撃者役は写真を見ながら似顔絵を作成する人に説明を行っていましたが、 今回からは、より実践に近づけるため、別室で犯人の顔を数分間見た後、記憶を頼りに説明する方法に変更しました。似顔上の制作者が顔の特徴や全体の雰囲気などを質問すると、目撃者役は時間の経過とともに薄れていく記憶をたどりながら説明していました。三重県警察本部では、今年に入ってから6月末までに 似顔絵を作成する事案は35件ありそのうち1件が検挙につながったということです。